ピエール・タージョンは、カナダ・ケベック州出身の元 NHL 選手。ポジションはセンター。弟も元 NHL 選手のシルバン・タージョン。1987年の NHL ドラフトで、バッファロー・セーバーズに全体1位で指名されたタージョンは、早くからチームに影響を及ぼした。ルーキーシーズンの1987から1988シーズン、タージョンは、 いきなり76試合に出場、14ゴール、28アシスト、と、まずまずの成績を記録。セイバーズの3年ぶりのプレイオフ進出に貢献した。以後、プレイオフには1990から1991シーズンまで4年連続で出場する。1988から1989シーズン、タージョンは大きく成長を遂げ、34ゴール、54。 アシストを記録。早くもファンの支持を獲得した。1989から1990シーズン、タージョーンは、さらに成績を伸ばし、40ゴール、66アシストを叩き出し、同年のオールスターに初選出。名実ともに、スターとなった。1990から1991シーズン、32ゴール、47アシストと、少し成績を落としたものの、 それでもタージョーンは、セイバーズにとってなくてはならない重要な戦力であった。しかし、1991から1992シーズン開幕直後、タージョーンは、ブノア・ホーグウーベ・クルップ、デイブ・マクレーンと共に、パット・ラ・フォンティーヌ、ランディ・ウッド、ランディ・ヒラーとのトレードで、ニューヨーク・アイランダースに移籍した。アイランダースでも移籍直後から活躍し、 1991から1992シーズンには69試合で38ゴール、49アシストを記録。翌1992から1993シーズン、タージョンはキャリアハイとなる58ゴール、74アシストを記録。チームをプレイオフカンファレンスチャンピオンシップ決勝に導く原動力となった。プレーオフファーストラウンド、ワシントンキャピタルズとの 第六戦は、ある事件で有名である。ナッソーコロシアムで行われた第六戦、シリーズを決定づけるゴールを決めたタージョンは、リンクの上で喜びを爆発させた。しかし、それを見たキャピタルズのデールハンターに、背後からボディーチェックを受け、肩を負傷した。この負傷が元で、タージョンは次のピッツバーグペンディンズとのシリーズを欠場。ハンターも NHL 記録となる21試合の、 出場停止処分を受けた。ペンギンズは、スタンレーカップを2連覇し、3連覇を狙う競合であったが、アイランダースはこれを撃破。モントリオールカナディアンズとのカンファレンスチャンピオンシップに、駒を進めた。カナディアンス戦で、タージョンは復帰したものの、5試合の激戦の末、アイランダースは敗退。アイランダースを撃破したカナディアンズは、その後、スタンレーカップを手にした。 1994から1995シーズン途中チーム再建の一環としてタージョーンはウラジミール・マラーホフと共にカーク・ミュラー、マチュー・ダンデのクレイグ・ダービーとのトレードでプレーオフで敗れたモントリオール・カナディアンズに移籍した。1995年12月カナディアンズのキャプテンマイク・キーンはコロラド・アパランチに放出され公認のキャプテンとして タージョンが指名された。キャプテン就任1年目の1995から1996シーズン、タージョンは36ゴール、58アシストの好成績を記録し、オールスターに選出された。しかし、1996から1997シーズン、タージョンは、ロリー・フィッツパトリック、クレーグ・コンロイともに、マレー・バロン、シェイン・コーソンとのトレードで、 セントルイス・ブルースに移籍した。ブルースでタージョンは5シーズンを過ごし、安定した成績を残し続けた。5シーズンの間にタージョーンは、ブレッド・ハル、クリス・プロンガー、アルマクル・ニス、ホッケーの殿堂入りを果たしているグラント・ヒューアなど、サワの名選手とプレーした。2000から2001シーズン終了後に FA となったタージョーンは、2001年の12月にダラス・スターズに入団。 多少成績を落としたものの安定して出場を続けた。2004年から2005年の NHL ロックアウトで NHL のシーズン自体が中止になった2004から2005シーズンの間タージョーンは休息を取り2005から2006シーズンにはコロラドアパランチに入団2005年の11月8日には NHL 史上34人目となる500ゴールを達成。 2006から2007シーズンは、キャリア最低となる17試合、3ゴール4アシストに終わり、シーズン終了後の2007年9月5日、引退を表明。現役を引退した。妻と4人の子供と共に、デンバーの近郊で暮らし、現在は、ホッケースクールの講師として働いている。2010年12月、妻を交通事故で亡くした。ありがとうございます。